皆様、おはようございます。ご利用くださいましてありがとうございます。列車交換のため発車3分ほど遅れております。電車が遅れまして申し訳ございません。次は青森です。5番線到着で降り口は左側です。5番線に着きます。降りのお客様は忘れ物ないようにお待ちください。青森から青い森鉄道線普通電車八戸行きは、橋を渡って2番線8時32分発車です。青い森鉄道線八戸行きの普通電車2番線8時32分発車です。乗り換えのお客様、青森で降りのお客様は、後ろ1号車付近、階段エスカレーターをご利用ください。各ホーム、駅出口へ続いております。次の青森から進む方向が変わります。今度は1号車先頭で運転いたします。後ろが8号車です。発車は8時25分です。13分ほど停車いたします。青森の発車は8時25分です。蟹谷は8時47分到着です。木古内9時46分、五稜郭10時21分、函館には10時26分到着です。まもなく青森到着いたします。車内にお忘れ物ないようにお待ちください。降り口は左側、5番線に着きます。蟹田で降りのお客様はお支度をしてお待ちください。まもなく蟹田です。3番線到着で降り口は右側です。忘れ物ないようにお待ちください。蟹田から津軽線三前行き時間がございます。11時21分まで時間がございますので、駅待合室でお待ちください。降りのお客様は忘れ物ないようにお待ちください。ご案内いたします。津軽海峡線特急白鳥93号函館行きです。蟹田から乗務員が交代しております。車掌は JR 北海道函館運輸所の山崎です。終着函館までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。車掌は1番後ろ8号車運転台に乗務しております。雇用の際にはどうぞお気軽にお申し付けください。列車は時間通りに蟹田を発車しております。次は木古内9時46分、続きまして五稜郭10時21分、終着函館には10時26分の到着です。乗り換えは駅がお近くなりましてからご案内させていただきます。また青函トンネルには9時8分頃入ってまいります。青函トンネルの所要時間およそ29分です。何かの都合で乗車券、特急券お持ちでないお客様、また切符を変更されるお客様おられましたら、車掌が通りました際に声をおかけください。また2号車3号車自由席をご利用のお客様、4号車5号車の指定席をご利用のお客様、お休み中誠に恐れ入りますが、後ほどご案内を兼ねまして乗車券、特急券を拝見させていただきます。ご協力お願い申し上げます。今日は特急白鳥93号、函館行きご利用くださいましてありがとうございます。次は木古内9時46分です。ご案内いたします。まもなく木古内です。
機構内でお降りのお客様、お忘れ物ございませんようお支度の上お待ちください。降り口は左側です。蟹田から青春18切符並びに蟹田機構内間を北海道東日本バスでご利用のお客様にお知らせいたします。青春18切符をご利用のお客様、次の機構内を乗り越しますと乗車されたすべての区間の乗車券また特急券が必要となります。機構内を乗り越しなさいませんようお気をつけください。また蟹田機構内間を北海道東日本パスでご利用のお客様、機構内乗り越しますと乗車された区間の特急券が必要となりますのでお気をつけください。機構内を出ますとおよそ34分ほどでご利用確です。ご乗車お疲れ様でございます。まもなく機構内、機構内です。ご案内いたします。まもなくご利用確、ご利用確です。ご利用客でお降りのお客様、落とし物、お忘れ物ございませんようお支度の上お待ちください。降り口は左側です。お降りの際には開きますドア、足元にお気をつけください。ご利用客を出ますとおよそ5分ほどで終着の函館です。ご乗車お疲れ様でございます。まもなくご利用客、ご利用客です。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終着函館、函館です。車内に落とし物、お忘れ物ございませんよう、お支度の上お待ちください。降り口は右側5番線に到着です。乗り換えのご案内をいたします。函館線室蘭線周り特急北東5号札幌行きは、降りました同じホームの向かい側6番線から10時36分。特急北東5号札幌行きは6番線から10時36分です。函館線各駅止まってまいります。駒ヶ岳回り普通列車森行きは連絡通路を通り1番線から10時49分駒ヶ岳回り普通列車森行きは1番線から10時49分です。函館でお降りのお客様、お乗り換えのお客様、列車の進行方向、前へ向かってお進みになり、突き当たりの通路を左手に参りますと、4番線から1番線、駅改札出口へと続いております。この先揺れることがありますのでお気をつけください。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終着、函館、函館です。降り口は右側5番線です。お降りの際には開きますドア、足元にお気をつけください。特に小さいお子様、お連れのお客様、お子様の手を離さずにお降りください。今日は特急白鳥93号をご利用くださいましてありがとうございました。皆様のまたのご乗車をお待ちしております。